こんばんは、J ブラストチャンネルのあるちゃんです。シャドウオブデスというゲームが普段120円なんですけど、なんか0円でセールされててすごい楽しそうだったんで、インストールしてみました。やってみます。うわ、この体長い間使っていなかったから他人の体のようだ。マックスさんですね。ドラッグで移動。横スクロールですね。二次元です。こっちに移動します。これはなんだ？腐った肉の匂いがする。腐った肉？おお！わあ！ちょっとグロめやな。あ、連打も結構できる。うわー、やばい。おろえ言ってる。わあ、違う。なんか、確かに重さなんか、じゃん言ってる。よしよし。ん？なに敵へジャンプ攻撃。こりゃ！タップで高速移動。これさっきのない、あ、向こうには戻れへんよってことか。ジャンプ、あ、ジャンプシュー、ジャンプシュッシュー、ジャンプシュッシュー。オッケーオッケー。特殊スキルは、ああ、完全この瞬間の、あ、この形、あ、うわ、どうしたんや。ジャンプ、あ、ガードしてはんのかこれ今。あ、だからこ、え、めっちゃ多いねんけど、こんなん絶対無理、普通にしない。無理、全然無理。あ、後ろにもいる。あ、どうしたらいいんだろう。こう押して逃げてやな。あれ？待ってくれてはんな、私の攻撃を。あ、特殊スキル、これ3つ、多分光ってるやつ、この3つですね。よし。結構難しいよな。あ、やばい。なんか影みたいな感じですね。シャドウオブデス、影って書いてたんで。あ、来た。いやー、おーらー、よいしょい、ちょい。あ、なんかいっぱいちっちゃい出てきた。特殊すぎる。おー、すごい。やばい。ちっちゃいの残ってるけど。あ、また出てきた。愚かな人間、あなたは私を倒すことができると思いますか。なんか今の白い人でしたね。あ、名前はあるちゃん。あ、アルファベットしか無理なのかな。あるちゃん、あるちゃん、確認。あ、これが多分ホームですね。よし、じゃあ冒険を続けてみます。よし、1-1ファイト。あー、なるほど。こう一面1-1、1-2みたいな感じで、なんかすごいボタンめっちゃ多くて、ララ、あ、ちょっと音でかいな。なんかフォンフォンなってる。よし、いくぜ。いや、よしよし、結構もうすごい数出てくる、やばい。あ、よしよしよし。あ、これが1-1。結構ちょっとずつを少しずつやっていける感じですね。アクティブブライトフォース、うんうん、なんかフルズボンももらいましたね。よし、次1-2。これすごいいろんなところから湧いて出てくるな。わ、なんかいる、なんかこれ、なんか来てる、なんか来てる、やばい。おいしょ、
しゃがむことはできんのかな。おいしょ。あ、これ切れる、切れへんかった。おいしょ。よっしゃ。これしゃがむことはできひんのか、できひんのか。いや、こいつ落としてから先やっとこう。うわー、なんやこっちゃ、なんのこっちゃ。これこれジャンプするしかないんか。ガードがないんか。よし、余裕だぜ。アタックをゲット。装備はアップグレードしよう。ふむ、これでは足りない気がする。剣を、あ、アップグレードできますね。よし。うん、なんかいろいろもらえますね。防具が、コモン。コモンってレベルのことかな。よし。なんかよくわからんし、とりあえずこういう時はね、自動装備するんですよ。よし。そしたらこれで OK かな。よし。で、冒険を続けます。よし。1-3。わあ、なんか敵の数すごい多いな。よいしょ。これちょっと、おいよっしゃ、よいしょ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 、よし。これね、上にいるやつ先、あ、もうちょちょ、よし、いいよっと。上にもいる。あー、やばいんかな。大丈夫な。いえい。あ、これ、もしかしてなんか、あ、ちょっと。この上、ジャンプしてからのこの、ジャンプ、この、ジャンプしてからのこの、ダーンって。この人の HP すごいいっぱいあるな。全然死なへんな。よし。結構サクサクできるから、こう暇つぶしにもいいかもしれないですね。一回のこの時間がすごい短いから、チャチャチャっとできますね。ブーストアイテム、よし。あ、なんか新しいの来た。うわー、ちょ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 、おしょしょと、と、いや、と、なかなか難しい。あの、ストリートファイターとかの格ゲーも結構私、こう適当にパンチキックして、全然あの考えずにやっちゃうタイプやから。あ、お、これジャンプはできんのか。逃げたり攻撃したりジャンプしたり。向こうからなんか来てるの。よっしゃー、よしよし、次行くぜ。ローリングスマッシュ、スキルもアップグレードしよう。あ、忘れるところだった。ミナタップでアップグレード。パワー、
ふむ、あまり違いは感じられないな。ひたすらに進めていきますね。ファイトー。よいしょ、しゃ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 い。おらおらおら。よいしょしょしょい。これ雲とか恐怖症の人にとってはすごい辛いやろな。よいしょしょしょちょちょちょい。しゃあ。もうゴロゴロが、よしよしよしよ。いや、ちょっとこの攻撃しはる前目が光るんですよね。それをだから目を光ったタイミングでこう逃げたりジャンプしたりしたみたり。よっしゃ。よしよしよ。わー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 、おっしゃい。オッケー。このポコポコ飛んでくるのはもうちょっとね、7、おー、でっかいのいるな。あ、さっきのやつや。よっしゃー、スキル使ってやんでい。よし、なかなかに白熱した戦いやったな。うん、なんかいつの間にかレベル6になってますね。よしよし、どんどん行きます。え、なにこれ、気持ち悪い。なんやろ、わあ、これこれから生まれてくんやん。気持ち悪い。これ倒さんことにはどんどん出てくるってことですよね。でもこいつ邪魔。竹こっちにもいた。あ、スパイダーエッグって書いてますね、このスパイダーエッグって。まあでもたまになんかいますよね、あの雲のあの白い綿みたいなやつの中に雲が、雲の卵があるみたいな。全然もうごちゃごちゃすぎて、もうどこに何が。よいしょよいしょよいしょ。この左右のやつが落としない。もうこいつを倒さんと。うん、よっしゃい。あれば HP がちょっと割と、あれ左右のやつも消えた。スパイダーエッグ、なかなかの強さや。この効率的にこいつらからも避けつつ、でこうしてこいつ倒しながらも、こうやってこんな感じでこうやってこうやってこうやって全然もう血だらけ。あー、やばいぞやばいぞやばいぞ。暗いすぎてる、絶対ちょっと多すぎちゃうこれ。あ、スキルを使う、スキルを。よっしゃー、こいつはうっとしね。よいしょ、いけいけなんか簡単なようで割と敵の数がすごい良いからかな。すごい HP がちょっと減っちゃったな、だいぶ。最大 HP の 30% 未満のダメージやから、ちょっと 30% 未満になっちゃいましたね。あ、受けたダメージ574。なるほどね。よしよし。よっしゃー、いやっしょーい、ちょちょちょん、イエーイ、逃げろ逃げろ、やばいやばいやばい。よし、もう言うてもこの打撃の連打しかしてないけど。よし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 。これ難しいな、こうジャンプしてからの手からの、こうしてからの、これからの、こう、よっしゃ、これこうジャンプしてよけ、逃げの変化ってこう、スキル、うん、おー、すごい。あ、
秒数なんや見てなかったけど、いやもうスキル絶対使った方が得ですよね。あのさっきみたいなすごい大量に敵が出てくるとことかやったら全然。よし、よし。で今日はこの1の面を頑張ってクリアして、多分最後にボス戦があるっぽいんでそこまで頑張っていきましょうか。よいしょ、いやちょっと遠い。こうしてこれでダッシュからのジャンプからのジャンプしてこの攻撃からのダッシュジャンプからのこれで。あ、またこのパオ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 出してくるやつがいる。もういかー、あらー、気づいちゃったんですよね。これ今までこれ連打してたけど、これあの長押しでずっとやってくれるみたい。よっしゃよっしゃ、だいぶ慣れてきたぞ。あ、私のニックキコの植物。これ毎回これ食らっちゃうよな。よし、シュッシュッシュシュッシュッ。これ結構、あーすごい増えてきたな。これは大変。あ、こういう時はこれや、スキル使っちゃうぜ。よっしゃー、あと2面ですね。よっしゃ、結構難しいけど、よしよし。どういうストーリーなんかなこのゲームは。なんかみんな影ですもんね。よっしゃしゃ。毎回この人のなんかこのドンドンみたいな攻撃避けれないんですよね。ほらこのおらしゃ、逃げたぞ。あ、やってしまった。あ、またやってしまった。よし、あ、なんか多分ヘルメットゲットしたかな。えい、やばいやばいやばい、あーやばいぞー。大丈夫か、いけるか。シュシュ、えい。このねボスに、ボスというか最後はスキルを使うべきですからね。よし、はい、じゃあ次、次、この最後ですね。この雲のマークのとこ、多分ボス一面のボスっぽい感じなんで、ちょっと頑張ります。シュッ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 。もう早速、あ、なんか蜂みたいなのいる。わー、すごい、やばいやばい、ちょっと無理かも。そんな殺生な、なんのこっちゃ。えいや、これはスキル使うしか。あ、なんか HP 結構減ったな、いけるんかな。さすがボス戦。あ、出た出た、スパイダークイーン。アルちゃんのもう HP すでにもうないよ。
まあ、最初に出せる分だけのあれは出しといて、あ、なんか攻撃される、やばいな、これどうしたらいいんかな。あ、生まれた、スキルをね使っていくしかないですか。え、全然 65% か、こっち 26% やのにもう死にかけやな、やばい、どうしよう、え、いけるんかなこれ、シュッ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 、あ、これ死ぬやつやなあ、やばい、スキルや、あ、マジミスった、おお、やばい、死んだ死んだ、ん、消えた、あ、うわー、やばいやばい、 11% しかない、死ぬ死ぬ、これ HP 回復するのないんかな、あったあった、この右のなんかこのオレンジみたいなやつが回復のやつやった、よしよし、よし、いけいけー、むずいむずい、全然策略がもうなんか、あ、もう、あー、やばいやばいやばい、もうこれはねスキル使っていくしかないですから、よっしゃー、出したー、あー難しい、結構簡単に見えて簡単な感じで、意外としゃがむとかなんかガードとかがないのがあかんのかな、ちょっと難しかったですね。はい、というわけで今日はシャドウオブデスというゲームの一面全面クリアしてみいきました。で、次またね新しい地図がロック解除されたんでまた続きやっていこうと思います。あの一面がもう長くても多分2分以内ぐらいでできるんで、ちょっとした暇つぶしにもいいかなと思います。ではまた続きやっていくんで、よかったら高評価とチャンネル登録もお願いします。それでは